公共曲第1番波長調作品21は、ベートーベンが1799年から1800年に作曲した自身1曲目の公共曲である。ピアノソナタ第8番、悲壮や七重奏曲、6つの弦楽四重奏曲など、共にベートーベンの初期の代表作として知られている。ベートーベンの公共曲のうち、第1番、第2番はベートーベンの初期の作品に含まれ、 1> 第1番もハイドーン、モーツァルトからの影響が強く見られるが、すでにベートーベンの独自性が現れている。ベートーベンは当初ピアニストとして生計を立てていたこともあり、初期の作品はピアノソナタ、ピアノ三重奏曲、ピアノ協奏曲など、主にピアノに関する作品が中心を占めている。一方で、この時期には弦楽四重奏曲、七重奏曲などの作曲も、 経験しており、これによってベートーベンは室内楽曲の書き方も学ぶことになる。これらの作曲を経験することによって、ハイドン、モーツァルトラ古典派の作曲技法を吸収し、自らの技術として身につけている。公共曲第一番は、ここで学んだ技術の総集編として作曲されたものと考えられている。この作品は、 ゴットフリート・ファン・スビーテン男爵に検定された。1800年4月2日、ウィーンのブルク劇場にて、ベートーベン自身の指揮により初演された。ブルク劇場での初演は、プログラムの最後に組み込まれた。完全な二巻編成を要求する。この曲は、初演時に、軍楽隊の音楽と揶揄されたという。演奏時間は、約30分。ありがとうございます。